これだろうな。ってまた持って持って帰りたい。つかめちゃう。分裂する分裂するスラグなんだわ。あのね、うん、弱い強い。フォレバスラグ拡散弾頭スラグ弾ですね。強いよそれ。マジで。あもう普通にフルメタルジャケットが入ってるだけだよ、ね。あのね、スラグ弾が3発出るよ。ちょっとどこ漁ればいいの。PS 弾だな。まだだな。シゲさんがまだ湧いてない。シゲさんロート本当っせ。ほっそ。まあ対戦だろうな。17分51秒。拾えるもんとりあえず拾ってきました。じゃあ、サニーですし、電気屋行きますか。そうやな。ゴーゴー。こっちから行こうか。どっちからも。降り店内見て、電気屋見て。なんか今発光したね。ああ、雷か。あ、今日、今回ちょっとバック持ってる。ちょっとバック持ってる。これ取れないやつ。そこ取れる？それ取れる？取れないやつ。オリナ首が伸びちゃうんだよね。そう。オリナが焦られてるくせえな、これ。これも取れないやつ。これも取れないやつ。あ、取れないやつ。オリナが綺麗ですね。このドラムバガーのハイドアウトで連射したいな。パパパパパパパってねえ、何発装填なんだ。18ぐらい。じゃあサクッと正面の電気屋さんあたり行きますか。はい。何発装填かはマガジンチェックしたら見えるんじゃないか。まあイータシュピの俺が最速行って、はじめこの壊れなくて苦労した。いや、ピシスカバー走ってる。いやーまあね、3人分の足音してたら早々打ちには来ないと思う。ない。PMC だと思うね。あ、キャップだ。いや、堂々と3人突っ走ってたら PMC だと思って隠れる。なんで、あ、キャップか。キャップ中がいらない。よし、向こう行きます。おいおい、おいおい。めっちゃ照らされてる。また静かだよね。また静かだね。はい、綺麗っすね。うん、でも一応まあ USB とか USB AC アダプター。ちょっと向こうの携帯電話ショップ見に行く。いいよ、いいよ。下より下へ。本当だ、 VSS。 え、これ PMC じゃん。おいしい、おいしい。カバンゲットでーす。おいしいね。ヘッドセットあるよ、ヘッドセット。ヘッドセットあるよ、ヘッドセットあるよ。メットもあるよ。広いな、せっかくだから。やってくわ。これはカバンの中にヘッドセットが入ってたから、これでいい。足音聞こえるの逆に怖いんだけど。聞こえないよりはマジでしょ。いや、俺はもう聞こえないんだったら聞こえない方がいいよ。行くよ。ちょっと待って、ちょっと待って。今戻ってる、そっち側に。戻ってる。どこ行った？今そっちにも死体あるよ。拾った？拾った。ナイトスコープ拾った。ナイトスコープ。ナイトスコープ？ナイトビジョン。ナイトビジョン。ここにも死体がある。この人は引っ掛かされてる。あ、でもやばい、明るすぎて全く何も見えない。目痛い。オフ。当たるよ。はいよ。ここが携帯電話しちゃう。時々いいものが落ちてるはずなんですが、全然ない。もうない。これが痛、目痛かった今。インチリスク高い、リスク高いけど、たまにいいものが入る。おっと、来るよ、めっちゃダッシュしてきてる。左側、さっき来た方向から。上から降りてきたね。下降りてくるのは確実にプレイヤーだ。歩かないで。
捕らえてった。オッケー。じゃあ走ります。あーこっちじゃねえな、こっちじゃねえな、ごめんごめんごめん、エマーコムだ、エマーコムスペースに行きたいから。閉まってるかな、誰もここかき開けてくれてないかな。あー閉まってますね、残念。はい、今おかえり、おかしい。じゃあ今イディアの、イディアの方行こうか。あすげえ高い。おや、ここの右があいあのストアがショップが開いてる時があるんだね。これ電源オンになると開くのかな、もしかしたら。カッターが、じゃあイディアのクラブでやめとこうか。おおは止まる3人セットイスカベンジャー。俺は行きたくなかったな。2人から2人から猛烈な批判を食らいながら言ってる。いやパラ持ってるから俺行っちゃいかないって言ったんだけど。猫さんパラ持ってて、しげるさんはあの俺ドラマグついてるんです、ね、災害ドラマがついてる。そのドラマグめっちゃするよね。えでもまあまあ面白いからいいやみたいな、そんなハイドアウトで撃ってみてみたいな、それぐらいかな。されてますね。うん。物ないっすね。あと何分？悪かったのか。11分。奥行く？悩ましいね。どうしようかね。バックヤード側抜けてもいいけど。あ！あ、何？グラブあった。取っていいっすか？テトリス。ああどうぞ。まあ、見つけた人のもんやろ。おテトさんを拾ったの。テトさん拾った。どこ行ったの？後ろ入ってった。後ろ入ってった。今そこにスッと入るとガチャピンがいるからパパン。パパン。なるほどな。ちょっと間違ったわ。誰かあの、あこれあげます。これ。ゴールデンジーフォン。ゴールデンジーフォン。それ。じゃあゴールデンジーフォンのインレイド品が必要になったりするから。やべえな、俺どうすんだ。俺死ねなくなっちゃったぞ、ふざけしたら。俺だって贅沢だよ。じゃあ帰るか、帰ろうか。うん、帰る帰ろう。俺だって贅沢だよ。ちょっとして帰るって言うよ。どっから帰る、どっから帰る。どっちから帰る、どっちがいい。いやいやいや、ガスさん、あの一番重いから一番決めていいよ。じゃあエマーコムやろ。あ、いや、レルベーだろ、ここだ。じゃあエマーコムやろ、お前、正気かって今思っちゃった。ちょっとあの楽しい方選ぼうかなって一緒思ったんだけど。今、イデアにいるんだったら。いや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 。今、イデアにいるんだったら、もうレルベーからスタンに帰るよ。最悪ほら、俺が死んでもさ、うまくしたら2人のどっちかってトリス持って帰るのかなって。悪いし。このスカベンジャー、あの何気に重武装だからワンチャン。重武装だから。重武装。AKS パラ災害のドラマグっていうさ。ヘルメットもヘッドホンもつけてるし。ヘッドセットもつけてるし。ネットもつけてるし、ナイトスコープもあるよ。あ、待って待って、スパイダーだ。ジャンプできないマンがいる。スタミナ型になったとスタイルとできないマンがいる。ちぎるさん、それも込めてある弾が、あの分裂拡散スラグ弾だから、足打ちしたら3発で殺せるんだよ。なんか知らないけど超強いんだよな、そのスカブ。そもそも3人のスカブっていう時点で結構面倒くささが抜群だよ。1人じゃない。PMC1 人は持っていけるよねっていうレベルの。誰か、どうぞ覚醒サッシュ、どうぞ誰か、どうぞ。もう僕はもう警戒します。あれ、なんだろう。そこの猫さんも教えてもらって。しゃがんだ、奥に弾何の弾？ MR37F と M61。 M61 は持ってた。 M61 は持ってた方がいい。ああ、無料ほどで、こっちのノブさん、ここにあされてるかもしれないけど、ここにガンボックス。あ、そこにあるんだ。
早そうだけど、まあ、空いてる、こっちが空いてるのは。ガサピンはテトリス持って帰りたいだろうし、これはパラ持って帰りたいし、うん、これ持って帰りたい。ドラマガジン持って帰りたいもんができてしまう。全員の利害が一致しているので帰りたいっていう。全然行こうぜって言ってた内容と違うよ。素人みたいに来たのに話が全然変わってるよね。死ねなくなってしまった。ここにもボムサイなんと木箱が一つ。も入ってない。ここはね、あのね、ずっとね、帰る PMC が大体あってくる。7分か、嫌な時間だね。ガチャピンの AKSU もあれだな、NAUもピカテに付いてるタイプだな、しかも。そうだよ。ダストカバー交換されてるやつじゃん。それもあれじゃん。フロントグリップ付いてるやつ。フロントグリップ付いてる。強くないこのスカブリンスカブリンでは強いんだけど。武装がやたらと重装備なんだよ。でも全員アーマーなし。重武装、神装甲。剣ブファーかな。先撃てれば代わり強。先に見つけて先に撃てれば勝つよ。目は3つ4個あるんだからさ。で、まあ、ヘッドセットをつけてるから音は聞けるしな。スカブだ。先に撃つためのヘッドセットだから最強じゃん。半端にタスクは進んでしまった、ね、そうだ時間帯だね。残り5分ってます。ここからもうここでもう出すだよ、はい、でいやー2人の護衛でテトリスが取れましたわまあ強気に出てたよな武器が強い、ね、だいぶねだってインチェンなんかオーダーしたからねひょひょーいみたいな感じで突っ走ってて折り側の中通って真ん中の電気屋通って反対側抜けてだって携帯ショップ見てラス無線見てさらにイデアイのグラボ部屋見に行ってそれで手取りしたからね。強気にもほどがある。腹が持って帰れてよかったです